今全国で郡山を含めて78カ所で、チャイルドラインという名前を使って電話相談を受けるサービスをしております。でその中身は何かというと、18歳以下の子どもがどんな内容でもいいから誰かに話を聞いてほしいという時に電話をかけて、まあ、悩み相談であったり自分の近況報告であったり、何でもそのちょっと身近な人には聞けないようなこととか話せないようなことを、まあ、電話の向こうの人たちが代わりに聞くと。チャイルドラインの、その電話をかかってきた子どもたちとの話をするのは全員ボランティアの方なんですね。で、そのボランティアさんの、まあ、その聞く力とか、まあ、その心構えを学ぶ研修ということで今こちらで、今養成講座をやっているところなんですけれども、昨年の9月の1ヶ月のかかってきた電話の本数が県内全体で約1600件だったんですけれども、今年の今9月30日で、ここ1ヶ月にかかってきた電話の本数が5000件を超えているという状況でして、まあ、一つ確実に言えるのは、そのこういう話を聞いてほしいって思っている子どもの数は増えているんだなと。福島県のデータで一つちょっとご紹介したいものがありまして、実はまあ、平均通話時間というのもチャイルドラインでは、データとして取っているんですけれども、福島県の通話時間が実は他県の平均時間の3倍のになっている上っているっていうデータがありまして、で実はその岩手宮城に比べても、被災3県の他県岩手宮城に比べても相当長い時間が福島県からの子どもの電話の通話時間っていう実態があります。まあ、これをどういうふうに評価するかっていうのは、まあ、人それぞれ違うんでしょうけど、やはり福島県が置かれている状況、子どもたちがそんだけ話したいことがあるっていう、まあ、他の46都道府県との違いっていうのが、まあ、現れてるんじゃないかっていうふうには我々は見ています。仮説の中で両親の喧嘩が絶えないとか、または仮説ではないんですけれども、放射能に対する不安だとか、そういった子供の声ももうすでに、何件か寄せられていて、まあ、それはやはり、まあ、福島、まあ、岩手宮城も、ね、津波被害で避難されている方々いらっしゃると思うんですが、またその放射能に関しては福島のならではの子どもたちの声なのかなというふうに思っています。